投資先選定の基準についてあの教えていただけますか。インパクトですかね。あのその企業がどんなインパクトを社会にもたらそうとしているのかというインパクトで、インパクトはもちろん大きければ大きいほどいいはいいんですけど、必ずしも大きいものだけに投資しているわけではないので、そのインパクトによってある程度少数の人数の人でも人生が180度変わるとかっていうインパクトを、僕が投資家としてこのサービスを通じてそういう人たちが存在するなと思ったら、まあ、投資はありえますね。ただ一方でもちろん投資家として儲けないといけないので、そのインパクトが大きくなりえるなというものに、投資をしたいなというふうには思ってやってますね。